Ochanomizu Tokyo. Home to many universities, it is one of Japan's leading centers of knowledge. Akihabara, the center of pop culture. The main campus of Digital Hollywood University is located in this area. A library with specialized books and study spaces. A cafeteria with affordable daily specials. Computer rooms equipped with 3D computer graphics software that are also used in Hollywood. These are some of the university's sophisticated facilities and interior spaces. Hachioji has a production studio with various facilities. A PC room, project room, motion capture studio, as well as facilities that can be used for retreats, to shoot films, or for sports activities for students. Digital Hollywood University has film, 3D computer graphics, anime, web, graphic design, game programming, advanced media technology, and media content business, 8 specialized areas. Students take classes and seminars according to their selected field of study and engage in their graduation projects, but they can also take classes in other specialized fields and change their specialization if they wish. Integrated learning for a deeper understanding of various fields. This is one of Digital Hollywood University's strong features. Digital Hollywood University's curriculum is made up of specialized education to enable freedom of expression in the digital society, global education for communication with the world, and a liberal arts education to nurture rich creativity. With these three elements forming the pillars of education, a unique curriculum encompassing digital communication cultivates unlimited possibilities and the capacity to thrive in the future. 3DCG や VFX 映像に関しての授業を担当しています。全員が初心者として始まりますので、基礎から丁寧に教えることを心がけています。ウェブデザインというのは、実はいろんな領域があるんですね、作業工程の中に。どうやって企画を立てていこう。じゃあそれをどのように情報をレイアウトしていこう。じゃあイラストレーターやフォトショップというグラフィックソフトを使って、それをきれいにデザインをしていこう。じゃあそれをブラウザーで表現をするには HTML やスタイルシートというものをコードを書く、そして最後には運営をしていくということをしていかないといけないんですが、それら全てを学んでいくというのがデジタルハリウッド大学のウェブデザインという領域になります。最初にあるのは1クォーターでアフターエフェクトの基礎の授業、3クォーター4クォーターに向けて映像演習基礎という授業をやるわけなんですよね。ある生徒が CG とか、あと学校で使ってないソフトとかを使えるような人がいれば、もちろんそれを課題とか授業内に持ち込んでも大丈夫だっていうことなので、特に僕の授業はね、クラスに入ってくる学生によって結構変わったりするわけなんですよ。自分がやってみたいことを見つけ出して、自分の個性を生かして、それを力にすれば多分絶対負けない国になると思います。業界では教えないアニメーションの基礎をやります。アニメーションはとても難しいですけれども、覚えてやるととっても楽しいものです。基礎を覚えていろんなアニメーションに挑戦してもらいたいと思います。基礎ツール演習という、もうデザインのですね、ベースになるフォトショップ、イラストレーターという2本のツールを軸にしてデザインに関わる勉強をしています。授業の中ではですね、3、4人のグルーピングをして、その中に日本人、留学生がなるべく、混ざるという形をとっています。こちらから課題を与えて考えてもらう、会話を交わしてもらうという授業を行っています。私、デジタルハリウッド大学で、研究をやっています。特に、ゲームデザインについて Unreal 4というゲームエンジンを使っています。今デジタルハリウッドで、ゲームプロジェクトを作っていますから、デジタルハリウッドで勉強すれば一緒にゲームプロジェクトに頑張りましょう。今映像を目にして勉強しています。グラフィック関連の授業を勉強しています。私は今 3DCG をメインに勉強しています。今アニメーションとグラフィックデザインをメインにして勉強しています。 CG とゲーム開発を勉強しています。プログラミングについて勉強しています。次の学期は、映像にも入ってみるかなと思っています。映像クリエイターとして頑張りたいと思います。ゲームデザイナーになりたいです。有名なグラフィックデザイナーになりたいです。アニメーションのプロデューサーになりたいです。
ゲームアーティストになりたいです。ファイナルファンタジーのようなゲームを作りたいです。自分のグッズを作りたくて売りたいです。キャラクターモデラーになりたいです。一番楽しいのは、休みの日に友達と一緒に遊んだり、大学で遅くまで友達と一緒に勉強するのが一番楽しいです。サマーでやった学習です。英語クラブのみんなで一緒にいて、とても楽しかったです。美術館に行くとか、いろんなイベントに行くとか、友達といろいろ楽しいことをやって、それで自分の作ったものを完成して見ることです。日本語の本の紹介という試合があるんだけど、試合で第2位取ったので、結構楽しかったなと思います。日本と韓国の文化交流祭の時に、今まで誓ってた CG の勉強を他の生徒に教えたり、大学の授業で学んだことを実践に誓うことが一番楽しかったです。デジタルハリウッド大学はデジタルコンテンツに関する専門知識を学べるだけではなく、さまざまな国から来た人とも出会える場所です。みんな時には競争し、時には互い励まし合いながら共に成長して夢を追っています。こちらの大学では自分が勉強したい科目を自由で選択ができますので、自分がやりたいことをやれるし、この授業の中で自分と同じ目的を持っている人たちと出会えますので、それで一緒に頑張れるので、ぜひこちらの大学に入学してください。皆さん、東京は世界のアニメとゲームの本場です。ぜひこの本場で大学生活を送ってください。 Nurturing talent who can create entertainment from a global perspective and send this out to the world. That's Digital Hollywood University.